はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします。ビップです。ということですね、本日の動画はですね、サムネタイトル、松永選手使ってるです。ありがとうございます。いやーもうちょっとかなり楽しみにしてました、松永選手ね。ちょっと選手見てみましょう。こちらですね。いやもう温めてた。うん、もうかなり温めてた。うん、温めすぎてもう俺ひよこやったら孵化してますよ。うん。ということでね、しょうもない冗談置いといて、あ、特集してないな。まあ、いいか。けど、おそらくとりあえずね、松永選手は、坂本選手を外して入れる可能性が結構あるんですよね、これ。坂本選手外したくないんですけど、ちょっとお試し期間で松永選手使いたい。なんせね、両打ちなんですよ。右左どっち来ても変えれる。で、超ライドラアベレジータ選球眼ということで、まあ強いっすよね、特殊能力は。だから、本当に打感打ちやすさによっては、マジでレギュラーある。で、今から称号するんで、パワー上げたらもうめちゃめちゃ強いので、めちゃめちゃ楽しみっすよね。でね、今日ね、オーダーがね、ちょっと面白い。全員 OB でリアタイやってみた、かっこ今年の最新 OB、かっこ第5弾多めでされてます。で、第5弾多め。見てこれ、ほら。稲葉選手も極みにしました。僕もコンプリートしますんで。はい、もちろん。OB 第5弾コンプリートしますんで、稲葉選手も入れてます。で、ディアスね。ディアスも極みにしてます。はい。する必要ないんですよ、僕。別にカープ純正やってないから。する必要ないけど、このためだけに。ただ、特殊能力だけはちょっとね。うん、もったいない。ディアス特能レベル5にすんのはお金と本がもったいないので、3で収めさせていただきました。すいません。ディアスのご親族の方、すいません。で、ジョージ・マッケンジーこと、ジョージ・マッケンジー選手ね。で、ベニーです。皆さん、ベニー見たかったでしょ？称号でちょっとごめんなさい。もう同値にしちゃったんですけど。ベニーも得の上げてるよ。うん、ベニーはちょっとね、打感調べたい。うん。ベニーは楽しみにしてた。で、まあ、川上さんとかね。うん、まあ、松永さんもそうですけど。で、先発は村上選手。うん、日本人初のメジャーリーガー、村上選手ね。まあ、初のメジャーリーガーっていうか、まあ、なんかなんていうかな、練習生みたいな感じで行ったんかな。だから一応、野茂選手よりかは先にメジャーの、サンフランシスコジャイアンツでやってんのかな。一応、日本人初のメジャーリーガーらしい。はい。僕も初めて知りました。で、特能も上げてますと。うん。いや、マジで育成頑張った、俺。本当に。マジで育成頑張ってる、ビップ、かっこ、大友良。小松選手も極みにしましたからね。うん。あと、デーマジーね。デーマジーも極みにして、継承しましたんで。はい。使っていきたいね。ということで、ちょっと松永選手、称号チャレンジ行こうか。うわぁ、松永博美やりたかったなぁ。松永博じやん、これ。松永博美やりたかったなぁ、3でね。うん。パワー上がってほしいんで、もうあれやね。怪力。うん。怪力でいいっす。はい。もう怪力無双。本使います。うん、松永選手、レギュラーになる可能性あるんで。さあ、お願い。星4驚異のスラッガー。いや、オッケーっす。うん。これオッケー。もうちょっと本節約したいから、これでいきます。はい。ちょっとさ、ジョージ・マッケンジー選手こと、ジョージ・マッケンジー選手を称号していいですか、ちょっと。これかなり大事なんですよ。あのね、同値にしたいんですよね。最強決定戦出るんで、阪神で。だからね、打撃を極めし者か、スナイパーか、切り込み隊長なんで、まあ4枚でいっとくか、まあ5枚でもいいけど、とりあえずね、決まると思うんですよね。こんだけジョージ・マッケンジー選手いたら。お願いします。さあ、おっさん、スナイパー。いやー、いや、これちょっとスパッと決めてリアタイ行きたい、マジで。お願い。おっさん、スナイパー。いやー、やばい、本がなくなって、お願い。おっしよ。おっさん、いやー、死者か。まあ死者でもいいけどな。まあ最悪スナイパーつかなかったら死者のままでいくか。さあ、おっしよ。いや、これラストです。これでリアタイいきます。いや、マジか。ああ、何してんねん。うわ、強っ。マジか。うわ、加藤選手か。いや、ちょっと強えな。ラッキー勝者よろしく。え、相手も一番松永博美選手なんですけど。マジか。オッケーオッケー、お願いします。これはいい戦いになりそうやね。さあ、相手左ピッチャーなんで右でいきましょうか。おー、いいね。初使用、人生初使用です。はい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 、いいね。これ左ピッチャーの時に右でいけるっていいな。どうどう、よし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 、これがね。で、総力目。さあ、稲葉選手応援歌入れてます。稲葉ジャンプする、いくよ。稲葉ジャンプするよ。どこで稲葉ジャンプすんの。え、ちょっとどこで稲葉ジャンプ、ここ。合ってる合ってる、稲葉ジャンプ合ってる。なんで特能出えへんの、稲葉さん。そっか、初球かかもしれませんね。やばい。さあ、ベニー、ベニーアグバヤニやったっけ。え、ベニーアグベニー、最高。ベニー、いかつ打ち方、打ち方ヤンキーやねんけどな。打ち方ヤンのキー。
待って、めっちゃ下手今日。さあ村上選手行きましょう。うわ怖いな、でかいな松坂さん。いけるから、前る、日本人初のメジャーリーガー前る。えぐい。いやいや、タイピン、タイピンだ、タイピン出そう、タイピン出そう。オッケー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 。さあ来ました、これよ持ち味。まず超タイピンからのカーブ、うまっ。マジかよ。え、これ何投げたらいいん、これ中途半端なスクリュー行くか。よしよしよし、中途半端なスクリューいいかもね。ストレート行きたいけど多分 D は打たれるんすよね。まあ一回緩急あるからこう投げといて、ここにストレート。あーやばいな、これやばいな。じゃあ中途半端なスクリュー、よしよしよし。結構こうインコース危ないかもね、このスクリューで。で次は横にスライド、よし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 。え、え、相手5割よな。あれあれ、ね、あれあれ、村上さん、俺マエル。ちょっと待ってさ、門田選手、あ、門田選手、あ、じゃあ門田選手、門田選手行こう。門田選手はあんま動画で使ってないよね。いや、ちょっと集中するわ、ごめん。よーし、これ脱臼打法です。はい、これブーマーに脱臼させられた男。さあディアス、外国人のセカンドショート守れるの貴重やから一応極みにしたって感じっすね。ディアスは外国人オーダーで使えるから。応援歌あるし、なんかシーツとの汎用らしい。シーツどう、よっしゃよし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 、いいよ。さあここでジョージ・マッケンジー、誰、おお松、プルヒ出て、プルヒ引っ張りたい。いやプルヒ出ないか、引っ張りたかったな。ジョージマ選手ね、引っ張っても首右向くから見といて。こう持って、うん、逆方向向くから。落ちるよこれも、よしごめんね、ごめん、ボール球ばっかりやけど、あそこはもう際どいから振らない。さあ衣笠、うん、いつも相手が使ってる、強い。え、衣笠選手パワー99なんですけど、えぐい。これ結構ねコメントいただいてたんですけど、応援歌のニュージーンズですね、中日は。で阪神がアイブで、巨人がミーアイスね。であともう一球のどこやったっけな、ルスラヒムが日ハムか。いやえぐい。松井選手パドレスで頑張って、マジでお願い、本当に今年頼むね松井選手。そんなこと言ってる場合じゃない、でかっ、うまい、よしよしよし。さあらしくないね、なんからしくない。さあここで、ここで本ちゃんのいつものレギュラー村上選手、ちゃうわ川上選手。村上と川上言い間違えるわ、言い間違える。さあ松本裕樹、もう一回松永選手回したい。はいはいはい、おい満塁でスリーボール、一球見ます。よっしゃ行こう、よーしよしよし、回る回る。いや打球速いアイドラでかい。よしよし、勝てる勝てる勝てる。さあここで松永ひろみ、一応今日の使ってみたですけども、今日は1試合だけ。このちょっとバットこうすんのちょっと打ちにくいな、打つ寸前、ほら打つ寸前ちょっとこうクッてやるの気散るわ、やめて。いやー強いわライドラ、うん、ライドラ強い。さあイラバ、イラバジャンプする。いや応援歌流れてないから先頭、イラバ選手も強いからね普通に。いや俺ちょっとライドラオーダーで行こうかなと思ったから、イラバさんワンチャンレベルあるの。いやー、ええな、何してんねん、何してんねん、今の何してんねんよ、ほんまに何してんねん、オブザイヤーよ今の。さあま、うわ全出し、モイネロ言う前に全出し。いやこれホームラン打てそうマジで。いや、え、どう、超える、超える、えぐー、え、パワーヒベニー、えぐー、え、マジで。てか強すぎんこの打線な、全員 OB 強すぎんか。 OB 第5弾全員強いぞ、おいお前たち OB 第5弾強いぞ。うわー楽しい、楽しすぎるこれ、待って止まらん。ディアス、ディアス、おい得の上げてんのに、ディアス、ディアス、ディアス、いやーさすがにか、さすがにパワー不足。おい、おお、さあブレイター出ました、これ引っ張りましょう、これ外角引っ張るわ、外角引っ張る意識。ほら見て見て、うわー、うわー、ちょっと待って、えー